北キプロスの首相は北キプロストルコ共和国の行政府の長である。北キプロストルコ共和国は国家元首たる大統領と政府のトップである首相、そして複数政党制の枠組みで統治される反大統領制をとる間接民主制の共和国である。行政権は政府が行使し、立法権は政府と議会の両方に与えられている。司法権は 行政、立法から独立している。首相は統治するために、議会の多数の支持を得ることが必要である。北、キプロスにおける、行政府の長は、キプロス紛争の最中の1963年、トルコ系住民が、キプロス北部に移動し、トルコの飛び地を管理するために設立された、委員会の委員長にその源流をたどることができ、以降は、幾度となく役職名が変更された。 トルコ系住民代表、ファーズル・キュチュクがその人につき、病気のため1973年より、ラウフ・デンクタシュが代行するようになった。1974年8月26日のキプロス・トルコ自治政府の樹立をもって、電卓州が完全にトルコ系代表となり、1975年に樹立されたキプロス連邦トルコ人共和国では、大統領に就任。 ここで原子核と行政府の長の役職が分離され、1983年に北キプロスが一方的独立を宣言するまでに3人が首相に就任した。ありがとうございます。